皆さんこんにちは。現状花火に行く予定がありません、寺島俊太です。皆さんこんにちは。花火行く予定作りません、三沢幸佳です。寺島俊太と三沢幸佳の小説家になろうナビ。この番組は寺島俊太と三沢幸佳の2人が小説投稿サイト小説家になろうに実際に投稿された作品をピックアップ、その作品のあらすじ、読みどころを僕たちならではの色で紹介。 MBS ラジオの YouTube チャンネルや SNS も使って盛り上げていきます。今年秋に開催予定の公開収録イベントまで突っ走ります。はい、それもう7月もね28日ということで、もうみんな夏休みは入ってますもんね。入ってますね。いや楽しいんじゃない？学生の方々とかはね、もう今多分ウキウキしてる。めっちゃ花火大会みんな行ってるんじゃないですか。もしや多分今日もねやってると思うんですよね。28日ぐらいの日曜日だから、うん、絶対大きいのやってるはずで、うん、地元が僕長野の上田ってとこなんですけど、はい、そこもねこの7月のだいたい29とか30とか、うんうん、まあ今日かな、最終の日曜日とか土曜日に、うん、そのお祭りとか花火をねやったりしてたんで、多分地元帰ればねやってるはずなんですけど、こっち来てからまあ自分でそういう祭りとか花火とかよし行こうってこう自分からはならなくなっちゃって、誘われない限りはね、なんかたまにこう番組とかで収録のその日の夜がなんかの祭りとかで収録終わりに、じゃあこの後なんか空いてる人たちでみんなで祭り行っちゃいましょうよってなる時に、あじゃあ行きますかって言ったことあるけど、なかなか自分から行かなくなっちゃったんですけど、でもやっぱ夏じゃないですかね。なんか夏なんでまあ有名なとこで行くと、まあ愛子さんのね花火とかこうカブトムシとか聞きたくなるね、時期もうこう恋愛、夏ならではのこう恋愛ソングみたいな、ラブソングみたいなのがねこの時期になると聞きたくなりますけど、なんか好きな夏だとかってあったりします？夏か、夏私ゆいさんもよく聞いてるんですけど、サマーソングとか、あいいですね。なんかやっぱ爽やかなね、爽やかでバンドアレンジとかとめっちゃ好きなんですよね。結構あとはベースボールベアーさんも好きなんで夏の曲結構多いんですよ。いいですね、ベースボールベアーさんは。夏の曲聞くともエレクトリックサマーとかはーってなる。最高。確かにベボベは夏って感じするな。ね、なんか夏のイメージとレモンいつもかじってるイメージ。ね、確かにね。歌詞でずっとレモンレモン言う。レモンスカッシュ感覚的な。いつもレモンの話してる。してますね。うん。からなんか夏のイメージすごいあります。聞きたくなる。そうね。僕ねいろいろその夏って言ったらまあ有名なとこでチューブさんとかね。うちの親父がずっと車の中で夏になるとなんかチューブのアルバムを昔かけてたなって。もう夏のイメージめっちゃあるね。ある言いますけど、まあ冬はね広瀬香美さんとかにあれいろいろ季節ごとに変わるんですけど、サザンとかね、サザンオールスターズとかも夏のイメージある。でもねこういう時に僕頭の中で夏について流れてるメロディーが、そのね昔高校の頃にギャルゲーでね突然のオタクエアっていう作品がありまして、京都アニメーションさんでアニメ化も2007年ぐらいかなにアニメ化されてめちゃ流行りましたよね。そうめちゃめちゃ流行った。そのエアっていう作品がね夏を題材にしてる作品なので、ひと夏のなんだボーイミーツガールみたいな話で、そのね BGM で夏影っていうねBGM があって、それがピアノ曲なんですけどインストゥルメンタルで、絶対聞いたらわかるんだよな。そうめちゃめちゃ有名だし、やっぱオタクはもう夏影流れたら反応しちゃう。ピクンって。そんなのいます？そうピクンって体がなんかもう全力でなんかピクンってなっちゃうぐらいもう体に刻み込まれてて、当時高校の頃、はい、もうピアノとかやったことなかったのに、その夏影が引きたすぎて。妹がピアノやってたんですよ。妹がピアノやってて、家にこうちょっと練習用の小学生が練習するピアノみたいのがあったんで、妹が学校とか行ってる間にお兄ちゃんこっそりその妹のピアノパクってこう夏影のこう練習をしてたみたいなね。でお兄ちゃん触んないでみたいな。いいじゃんちょっとぐらい。ありましたけど、花火でじゃあ夏影流したらオタクだけ振り向くってことで、花火大会とかで流したらうんってさってなるね。あじゃああの人もオタクだってなる。炙り出せるって。はい。そうなんですよ。ねちょっと今日ねメールも来てるんで読んでもいいですか？ラジオネームゴザールさんからいただきました。ラジオで聞いてから寺島さんの RPG という曲がお気に入りです。ちょっと切ないですけど不思議と前向きにさせてくれる曲ですよね。番組で毎回お二人の歌が流れるので、もしかしたら秋に開催予定のイベントでお二人の歌が聴けるのではないかと楽しみにしています。これからの放送も楽しみにしています。それではというメールが来ています。嬉しいですね。夏歌 RPG 夏歌夏要素あんまなかったかもしれないけど、まあ夏に聴いてもらっても OK。 じゃあそんな曲を流してかけちゃいましょうね。ゴザールさんにも喜んでもらえつつ、全国の人に。はいということで今週はこの歌でスタートしましょう。寺島俊太で RPG。改めまして皆さんこんにちは、寺島淳太です。皆さんこんにちは、三沢幸佳です。ということで今ね RPG もね聞いていただいたんですけど、 RPG はまあほんのりこう失恋のね、曲なんですけれども、まあ夏といえば、まあいろんな恋も生まれるんじゃないかとはい、学生諸君はきっとねそのこの夏休みにかけてる人もいっぱいいると思うんですよ。もう18の夏休みに、の期待値上がってて、もう18の夏休み側多分もうね、もうちょっとうんざりしてると思うんですよ。俺そこまでだよっていうそんなに期待しないで俺にみたいなでも夏休みってなんかこう一個ステップが前に行く感じはしますよね。なんかそれこそ花火大会に勇気出して誘うとか、部活のなんかね応援に行くとか、なんかこうあるイメージはありますね、恋っぽい。まあ、周りがこう結局この夏休み中に、彼氏彼女を作って2学期開けて行ったらなんかみんな付き合ってるみたいなのを食らうと、辛い来年こそはってみんな思うんじゃないかなあんな思いはもう二度としたくないみたいな。あー確かにね、なんかねこういう、まあ、学生時代のね、話とかね、も僕はその、あれなんですよ、その中高って全然やっぱ、縁がなかったですね、恋愛には。なんか好きな子とかはちらほらいた、まあでもそんななんか好きとかじゃなくて、なんかよく隣のクラスのあの子ちょっと可愛いなぐらいの、別にそんななんか恋愛みたいな感じじゃなかったんで、だからやっぱその。東京に出てくるのは19なわけ、だから18の夏というから僕は19の夏にかける思いが強かったです。ああ東京出て初めての夏はなんかもうエンジョイするぞみたいな、もう絶対もう二度とその周りから取り残されてるめっちゃトラウマになってるじゃないですか。しかもまあ専門学校だったんですけど、まあ言っちゃったらもう大学みたいなもんじゃないですか、要はキャンパスライフなわけでしょ、そんなにぎゅうぎゅうに学校詰まってるわけじゃないってことですもんね。全然声優の学校なんてほぼ遊んでるみたいなもんですよそんなこと言ったらね怒られるからね声優の学校、声優の養成所からトークショー呼んでもらわなくなるからねいや真面目にやってる人もいますけど、でも半分ぐらいの生徒がやっぱりこう、まあ、夏休みはもうただバイトしたりね遊ぶみたいなね人が多かったんで、僕も結構上京して初めてのね夏だったんで、とにかくねまず女の子とグループで遊びに行きたかったんですよ。まあそれ夢でしょ。夏のレジャーにグループで行くの、バーベキューとか、そうバーベキューとか最高じゃない。そうもう東京に来たからには絶対都市前に行かなきゃいけない田舎者の思考だわかるね、都市前に絶対行ったでしょ。そうそれで念願かなって、その友達にめちゃめちゃリア充がいて、そいつがもうなんか他のクラスの女の子とかに声かけて、男さん女さんぐらいで、すごいそう都市前のプール行ったんですよ。そうそれでもウキウキしながら行って、そしたらその俺水泳やってたんですよずっと9年間ぐらいで、まあやっぱ生きりたいわけ、女子の前で泳げるアピールしたいわけだから、あなんか俺結構やってたけどねみたいな言って、みたいな、バタフライとかできるみたいな、もうできるけど普通にできるけどみたいな。生きてるな、カッコつけてんな。そしたら大誤算があって、その女子も3人いたんだけど、一人なんかその私高校の時なんか水泳部でなんか県大会行ったみたいなガチのやつ。めっちゃ強いじゃんそいつ。で俺やってた、言っても俺やってたのなんだろう、小6までだから。ああはいはいはい。だから中学とかもやってないから。マジみたいな。で普通男女行ったら流れるプールみたいなみんなで遊ぶのに、なんかその子じゃああっちの競泳プール行って。ちょっと泳ごうよみたいな。そんなの絶対違うよ、それ違う青春だよみたいな。でじゃあお前ら行ってくればみたいな。いや何それ決闘じゃん2人だけ。そう俺とそのガチの子と2人でなんか競泳プール行って50mのなんかじゃあまずクロールねみたいな、おーみたいなでめっちゃ速いのその子全然勝てない。県大会には勝てない。もう必死に泳いでももう一回みたいな、もう一回みたいな何その全然羨ましくない夏エピソード。そう全然ね、だからいまいちやっぱ思ってたんうまくいかなかったなっていうね。なんか本気で泳ぐ大人はいないでしょなんで俺こんな念願の女の子とプール来たのにガチの競泳用プールで泳いでんだよっていう。髪の毛なんか一瞬も濡れずに、なんかもうただね浮き輪で漂ってるとか、浮き輪でチャプチャプしてわーちょっとみたいな、ちょっと待ってよみたいな、そういうのだと思ってましたよ。全然違ったもう疲れ切ってたの。そんなガチなことあるんだ。だって他の2人の女の子いるじゃないですか。他の2人とはあんまりイチャイチャできないわけじゃないですか。完全に。いやだからもう全然イチャイチャも何ももうずっと泳いでるわけじゃないですか。敬語だったもん最後まで。部活動じゃん。部活動めっちゃすごい記録のやつにタメ口使えないやつじゃん。最後まで敬語だったもん。早いっす、早いっすよね。やばい。私のね恋バナはねなんだろうな、あれですよ。私はね小学校5年生の時に彼氏がいたんですよ。もう早くないですか。早っ。山梨県の小学生。リア充だよ完全に。もうね小4の時には携帯持ってたんですけど、勝ち組だ。もうね甘やかされた過保護な家に育ったので携帯は持ってたし、なんかその彼氏とかなるものというのを作りたくて、チャオとかねリボン読んでたから作りたかったの。はい、作るというか告白されていいよって言ったけど、彼氏彼女が何をすればいいかわからなすぎて、交換ノートをしましたよ。交換ノートはして、あとはなんかそのあとそれ以外何もすることなくて、交換ノートになんか今日のこの授業楽しかったねとか、なんかあそこで目が合ったよねとか、ただ書いて可愛らしい可愛らしいことはしていたんですけれども、まあ私がもうなんかそれ思ってた少女漫画と違うわと思って、その交換日記だけするのってなんだろうと思ってもうこれ別に付き合うとかどうでもよくないってなっちゃって、なんかもうやめたいなって思ったんですよ。でもその子のことは友達として好きだし嫌いなわけじゃないから、どうやってこのなんかこう協定関係を終わりにしましょうって言えばいいのか分かんなくて、いや交換ノートもうやめようかってとりあえず言ったんですけど、そしたらその子がすごいやばいと思ったのか、レアなポケモンあげるよって言われてあ、ポケモンで、そうポケモンで釣られそうになったんですけど、なんかレアな、その時はねその増殖とかいうなんかそう悪いやついなかったんですよ。裏技とか、そう裏技みたいなやつがその私の山梨県であんまバックしてなくて、だから友達が一生その子がねその彼氏的な子の一生懸命頑張って最初の3匹のポケモンの1匹僕が選んだポケモンあげるから別れないでくれって言われて。なんだろうそれなんだろうすごいわかる。その子的にはとてつもないねものを差し出してるんだけど、でもなんかいやポケモンかいっていう。いやポケモン大好きだけどこれでなんかこのなんていうのこのずっと私はこの貢がれたまま縛られ続けなきゃいけないのかと思ったら面倒くさくなってそうだねじゃあ今度もらうねって言って二度と遊ばないっていうので自然消滅を狙っていきました。でその男の子もなんか結構こう恋多き少年だったので、あっという間に知らないこと付き合ってて、あ別れたってことでいいの？オッケー？オッケーみたいな。ませてな、小5でその付き合う付き合わないとかなかったもんな。その男の子も結構ませてて、結構漫画読んでる子だったからなんかお互い憧れててじゃあって言ったけど何もすることなかったんで、交換ノートとポケモン交換しかできなかった。じゃあもしねこれ聞いてるようなね学生諸君いたらポケモンはダメだぞ。ポケモンで女を釣ろうとするなよ。ポケモンで女はつなぎ止めておけないよ。釣れないぞ。釣れないよ。水五郎でも釣れないからな。水五郎だったの。水五郎あげるよって言われて、水五郎はちょっと弱かったかもな。水五郎可愛いけど進化すると結構凶悪な見た目になっちゃうからいいやって思って、もうちょっといいんだったらねよかったね。なんかもっと伝説級だったら。あとね昔やったさほらなんかイベントで会場限定ポケモンとかね、劇場に見に行かないともらえないやつとか、あれ系だったらもしかしたら小5のざわみさんもねちょっとえってなるかもしれないけど、いやそれはいいやってなっちゃった。別にそんな水五郎うん大丈夫ってなっちゃったんですよね。だからみんな御三家はダメだぞ。御三家御三家なんかもう一個ソフト買えばいいんだから。今やそうだからねダメだめな。で伝説のポケモンで釣ろう。釣れないよ女の子は伝説のポケモンで釣らないで。はいということで今週もですねなるお作品いってみましょう。はい、今月ピックアップしている小説はこちら。転生先で捨てられたのでモフモフたちとお料理します。お飾り王妃はマイペースに最強です。これぞなろうな異世界転生ものですね。異世界転生転移恋愛月間ランキング上位作品です。主人公の悪役令嬢がチート能力を発揮しみんなに愛されていくお話です、作者は桜井さんです、はい、あらすじ、公爵令嬢のレティーシアは王太子に婚約破棄され捨てられた瞬間、前世は料理好きの OL だったということを思い出します。そして国外追放され女嫌いで有名な銀狼王グレンリードの元に嫁ぐことになりました。でこの間嫁いだばかりですね先週。そうですね。いやグレンリードね先週出たんですけど、かなり女嫌いでね、なんか女嫌いになる何かがあったのかしらって思うぐらいにすごくかっこいいねイケメンね銀狼王ですから、かっこいい、もうそれだけでかっこいい。銀狼王ってどういう意味なんだろう、ね、青みがかった青い目ですからね、うん、青い目なんだ。そうじゃあどうなっていくのか。そうですね、この作品はね書籍化も決定しているということで、おめでとうございます、はい、今週でどこまでいけるんでしょうか。ラストですね、うん、今からお届けする朗読部分は原作を MBS ラジオで脚色しております。小説家などで読める原作はまた違った色がありますので、そちらでもお楽しみいただけたらと思います。ではどんな物語になっているのでしょう。ちょっと覗いてみましょう。すみませんが、はい。私はグレンリード陛下の王妃として本日この離宮にやってきたレティーシアです。あなたのお名前をお聞きしてもよろしいですか。はい、僕はエドガーと言いまして、狼版をさせていただいております。狼版ですか。話には聞いていましたが、なかなかにすごいものですね。その狼たち10頭以上いますが、すべてあなた一人で統制しているのですか。はい、いえ違います。僕以外にも狼版はいるのですが、今日狼たちを連れ出し散歩させるのは僕の役目になっているんです。そうだったんですね。いつもの散歩の道筋で偶然私と勝ち合ってしまったということですか。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。頭を上げてください。確かにちょっとびっくりしましたが、噂に聞いていた狼を間近で見られて嬉しかったくらいです。私も狼は好きだから。狼が好きですか。疑うわけじゃないんですけど、珍しい方ですね。そうかしら。はい、珍しいと、少なくとも僕はそう思います。ほとんどは狼を恐れ遠ざけようとするものですから。でもきっとあなたは違うのでしょうね。そうでなければ狼たちがもっと騒ぐはずです。狼は時に鏡のようなものなんです。怯え警戒心を見せる相手に対しては、やはり狼たちも警戒してしまうものですからね。狼たちが気持ちよさそうに。レティーシア様、今日もお上手ですね。尊敬します。道具のおかげね。このブラシ本で見かけたことがあったから、試しに作ってみたの。あれから狼たちとは毎日庭で触れ合い、懐かれ始めていた。私の手には金属製のブラシ、地球でいうところの犬用の毛アブラシだ。あら、どうしたの。ブラシの下で狼がみじろぎ鳴き声を上げていた。狼の視線はこちらとは別の方へと向けられていた。はあ。すると静寂の中から一頭の狼が姿を現した。木漏れ日の落ちる毛皮は艶やかにきらめく銀色、瞳は青みがかった青で、どこか知性と誇り高さを感じさせる鋭くも深い色をしている。どうしたの。銀狼の顔が間近に迫り、ふんふんと鼻先を鳴らしていた。右から左からさまざまな方向から私の匂いを嗅ぎ、確かめているようである。どうしたの。グレンリード陛下といい、あなたといい、そんなに私の匂いが気になるの。その一言に一瞬銀狼の体が固まった気がした。離れてください。その狼、うちの狼じゃありません。まさか野生の狼。大丈夫じゃよ。その銀狼の身元はわしが保証するからの。モールじいさん。現れたのは長く伸びた白いひげと眉毛に顔が埋もれている小柄なおじいさんだった。エドがその方は一体。僕たちの狼版の王さ、サイコさんでもあるモールじいさんです。王妃様にはお初にお目にかかるが、どうぞよしなに頼むの。モールさん、その狼は。エドガーも見覚えがないと言っていたのですが。この銀狼、何の偶然か青の目を持って生まれてきたんじゃ。狼はこの国の王家の象徴、そして王家の方々は青い目の持ち主が多い一族じゃ。そんなわけでこの銀狼はありがたがられ誘拐されかけてしまったんじゃ。物騒ね。その子ずいぶんとつらい目にあったのね。幸い誘拐は未遂に終わったんじゃが、安全のためもあって他の狼とは違う場所でひっそりと面倒を見ていたんじゃ。モールさん、この子触っても大丈夫ですか？撫でられるのは嫌がるが、ブラシで研ぐくらいなら大丈夫なはずじゃ。なんせそいつは他人に身なりをいじられるのは昔から慣れっこだからの。挨拶代わりに毛並みを整えてやることにした。皮膚を傷つけないようブラシで慎重に。銀の毛並みが一層艶やかになっていく狼を私は見つめていた。しまった。他の狼たちがあのブラシで随分と気持ちよさそうにしていたからつい溶かされてしまった。いつもより銀の髪の輝きのまばゆい王様の姿があった。さあ、ここで小説家になろうカラワンのコーナーです。小説投稿サイト小説家になろうを使う際のワンポイント講座、お知らせなどを毎週お伝えするコーナーです。今日はどんなインフォメーションでしょう？はい、小説家になろうというサイト名の通り、小説を書いて発表できることもこのサイトの楽しみの一つということで、7月は4週にわたって作品の投稿方法をご紹介してきました。作品の投稿には必ずユーザー登録が必要になりますので、まずはユーザー登録をよろしくお願いします。投稿機能のご紹介の最後となります。今回は自話投稿についてご紹介します。小説家になろうでは短編と連載の2つの形式の小説を投稿できます。短編は1話読み切り型の小説、連載は1話2話などの複数の話で作られる小説のことです。短編は1つの執筆中小説で投稿が可能ですが、連載は執筆中小説を1つの話としてつなげていくことになります。そこで必要となるのが自話投稿です。自話投稿は執筆中小説を連載小説の次の話、自話として投稿する手順です。連載が完結するまではこの自話投稿を繰り返すのが連載形式の小説の投稿方法となります。自話投稿を行うには、まずユーザーページのメニューの投稿済み小説から自話投稿を行う投稿済み小説のタイトルをクリック。管理ページ内メニューの自話投稿から行うことができます。自話投稿の本文をそのまま入力することもできますが、執筆中小説を自話投稿用の原稿として事前に準備しておくこともできますので、ぜひご活用ください。皆さんの力作をお待ちしています。以上、なろう瓦版でした。寺島俊太と三沢幸香の小説家になろうナビ、いかがでしたでしょうか？今回の朗読はなんかこっからが気になるところじゃんってところで終わったから、本当小説家になろうにアクセスしないとなんかもうモヤモヤしてるもん、ね、いや本当に読みたい、早く。その匂いって何とか、料理の話もまだいや、そう結局料理をねそんな作ってないですからね。そうモフモフも気になったままでその狼と仲良くできるかなぐらいのところだったじゃないですか。そうなんですよ。グレンリオさんも僕はあんまね、先週はちょっと喋ったけど、今週最後にちょっと喋っただけで、実はあの銀狼がグレンリードさんだったってことだけは分かったけど、イチャイチャしてないじゃんと思って私、今週だけ聞いたら狼版が主人公だと思って。確かにね影の主人公はモールじいさんだからモールじいさんが主役。今モールじいさん笑い下がっちゃった。一言目モールじいさん、僕も初めてポッポッポと笑うそんなね、モールじいさんって言われて、まあじいさんだろうなと思ったけど、そんなじいさんかと思いました。フォッフォッフォ初めて言ったかもしれないですね、声優になってね。よくね、イメージではそのあるけど、老人のイメージでフォッフォッフォあるけど、でも言わないからなかなか自分ではね言うことがなかったですけどね。ついにフォッフォッフォデビューしましたね。感無量です。嘘だ、嘘でしょ。そんな皆さんもね、気になった方は小説家になろうでぜひぜひチェックしてください。リスナーの皆さんからの小説の感想もぜひ送ってもらいたいなと思っております。メールアドレスはなろう@mbs1179.com、 narou@mbs1179.com です。この番組は YouTube チャンネルでも楽しむことができます。また Twitter も開設していますので、フォローリツイートよろしくお願いします。つぶやく際はハッシュタグ#なろうmbs でつぶやいてください。詳しくは MBS ラジオの番組ホームページをチェックしてください。そしてパーソナリティともににツイッターやっておりますので、こちらもフォローお願いいたします。はい、まあ、フォローもしてほしいんですけれども、なんとですね、来週もやっぱちゃんと聞いてほしいなって思うんですよ。来週ですね、ちょっと秋に開催予定のイベントに関しまして、新しい情報を皆さんにお伝えすることができます。ついに来た。ぜひ聞いてほしいです。みんなね、予定立てれるね、これでねやっとねどんなイベントなのか、あとどうやったら参加できるのかも全く言ってなかったですからね。現状ね、言ってないからね、それ系のことがちょっとずつ解禁されるんじゃないかなと思います。来週は必聴です。皆さんお願いします。ということで、小説家になろうナビ、また来週お会いしましょう。寺島純太と三沢幸佳でした。バイバイ。